皆さんこんばんは、クリスタルです。スペインセビリア市から発信しています。さて今日ですけれども、ご覧のように大変な暴動が起きています。これはですね、スペインの王室や警察をツイッターの投稿や歌詞で攻撃したとして禁錮刑が言い渡されたラッパーが服役を逃れるため北東部カタルーニャ自治州の大学に立てこもったという事件です。ラッパーというのはリズムだけの歌ですね、曲のついてない。パブロ・ハセル氏はテロリズムを美化し、王室や国家機関の名誉を傷つけたとして裁判で禁錮9ヶ月の刑が確定しました。今月12日が執行期限だったんですけれども、カタルーニャ州リエダ市にあるリエダ大学内に約20人の支持者とともに、立てこもりました。そしてさらにそれを、自分を連れ去って収監しようと思ったら押し入ってこないとダメだと挑発的な投稿をしていたんですね。で、これなんですけれども、映画監督らが収監に反対して、つまり彼の味方をしてですね、いろいろとデモにも参加しています。ハセル氏はこれまでツイッターと歌詞で王室を攻撃、警察についてもデモ参加者や移民を拷問殺害していると非難しました。メッセージの一つでは、活動が禁止されたマルクス主義団体、10月1日反ファシスト抵抗グループという長い名前のメンバーで、現在刑務所に収監されているビクトリア・ゴメス服役囚への支持を表明しました。ハセル氏の収監をめぐっては、オールアバウトマイマザーなどの作品で知られる映画監督のペドロ・アルモドバルや、米ハリウッドスターのスペイン人俳優ハビエル・バルデム氏ら芸術家200人以上が反対の署名活動に加わっています。スペイン政府はテロリズム、美化や憎悪発言、王室や宗教の侮辱などの表現による犯罪について、芸術家が関与している場合や文化活動においては刑の軽減を予定しています。カタルーニャ独立もつまり支持していて、彼はカタルーニャ州の独立運動を応援していることでも知られているんですね。カタルーニャ州では2017年独立を目指す住民投票を実施し、州議会が独立を宣言。1975年に独裁者フランシスコ・フランコ総統が死去して以降で最大のスペインの政治危機へとつながりました。これが2017年です。これは5月、同州では今月14日州議会選挙があり、独立派が過半数の議席を獲得しました。これはこの前お知らせした通りですね。スペインでは2018年バルトニックと呼ばれる別のラッパーが禁錮3年6ヶ月の刑で収監される直前にベルギーに逃亡し、ベルギーの裁判所はスペインに引き渡さないことを決定しました。スペインは指名手配を続けています。いや、この恐ろしい事件で皆さんもスペインの本当に難しさというものを、統治していく難しさを感じてくださっていると思いますけれども、私も何年ここに住んでもよくわかりません。さて米国です。米国では16日中部と南部を襲った厳しい寒波の影響によって、数百万戸という戸数で停電が続きました。南東部のノースカロライナ州では竜巻まで発生して、少なくとも3人が亡くなっているということです。これほど極端な気温低下が普段はなく、備えが不足している複数の州では、北極圏からの寒気が流れ込んだことによって、気温が記録的な水準まで低下し、最も大きな打撃を受けたのが南部テキサス州で、電力需要の急増による送電網への負担を避けるため、電力各社が計画停電を実施しました。全米の停電状況を伝えるウェブサイトによると、テキサス州では16日朝の時点で住宅、商業施設、工業施設も合わせて400万戸以上が停電になりました。同州のオースティンでの気温はマイナス12度前後で、2月の最低気温は普通は平均7度なんですけれども、これを大きく下回りました。これに対してアラスカ州アンカレッジの気温はマイナス4度でした。ご覧のように大変な積雪、それに竜巻です。アメリカの次はアテネです。ギリシャは今週2008年以来の大雪に見舞われました。雪と強風の影響で3人が死亡、陸海の交通の混乱が見られています。今回の大雪をもたらした寒冷前線は、ギリシャ神話の魔法使いにちなみ、メディアと名付けられました。首都アテナではアクロポリスなど古代遺跡が雪に覆われたほか、北西部の都市フロリーナでは気温が氷点下19度まで下がりました。大雪の影響でエビア島では16日に停電が発生し、人工呼吸器に問題が起きた高齢者2人が亡くなりました。
南部クレタ島でも60代の畜産業従事者、の遺体が雪の中で見つかったり、大変悲惨なことになっております。予定されていた新型コロナウイルスのワクチン接種は全て中止となりました。さて、スペイン南、アフリカの西側にあるカナリア諸島ですけれども、ここにビーチにあるヤシの木や建物にアフリカからの埃が降り注いで、住民の方たちは目も開けてられないような辛い思いをしています。ご覧のようにまるで、霧が立ち込めているように見えますけれども、これは全部サハラ砂漠からやってくる風なんですね。そしてもう息ができないようになっています。まあ、アメリカでは寒波に雨に竜巻で、スペインではこうして砂嵐で、一体どうなってしまうんでしょうか。不安ですね。ツイッターにぜひ登録してみてください。あちらからたくさんのニュースも流しています。それからその会員の動画についても、お問い合わせはあちらの個人メールから伺っております。よろしかったらぜひ参加してみてください。YouTube と別にツイッターでたくさん短い動画を出して街の様子とか人々の生活とかロックダウンとかどんどんつぶやいてます。新しく入ってきた記事なんかももうその場で翻訳して言ってます。ですからぜひあちらに登録していただきたいんですね。こちらももちろん続けていきますけれども、やっぱり深いことが言えないので、あちらで真珠湾攻撃をやってますし、スペインの王室スキャンダルについて、これはスペインの民主主義全部の歴史に関わってくるんですね。75年からここまでです。これを今月2本上下で出します。よろしかったらあちらの方にもいらしてみてください。ではまた明日、ごきげんよう。おやすみなさい。